マクロスシリーズ可変戦闘機 VF-19、エクスカリバー VF-19 エクスカリバーは、マクロスシリーズに登場する架空の兵器。初出は、1994年放送のテレビアニメ、マクロス7。ファイター、バトロイド、中間形態である、ガオークの3形態に変形する、可変戦闘機の一つ。翼端が、付け根部分よりも前に位置した前進翼や、 従来の VF にはない独自の変形機構を持つ。OVA 及び劇場用アニメマクロスプラスでは主人公イサムダイソンの上記である試作機 UF-19 が登場する。その約5年後を描いたマクロス7の時代では正式配備直前の最新鋭機であり、作中では主人公ネッキバサラの専用機である赤い VF-19、カイト、 中盤から登場する特殊部隊エメラルドフォースに配備される青い VF-19S、VF-19F が登場する。相性のエクスカリバーはアーサー大物語に登場する聖剣の名に由来する。機体デザインは川森正春が実在の戦闘機 S-27 フランカーと同じく実在の実験機 X-29 を参考に行った。 デザインモチーフとなった全身抑止作キグラマン X-29。デザインの疲労はマクロスプラスの UF-19 が初。最大の特徴として X-29 に基づいたファイター形態時の全身翼やバトロイド形態時にコックピットが胴体内部に格納される変形機構など従来の VF シリーズとは異なるアイディアが取り入れられている。 デザインや変形の基本となったのは、川森の企画の一つである空中気候戦機のメカ、セーラン。また、バトロイド系態時に腰に主翼が収まるのも、セーランの腰の剣が元になっている。セーランには、紙粘土の試作が存在し、UF-19 でも、レゴブロックの試作をしたと、川森は後に語っているが、その試作品は現存していない。変形機構や、 全身翼などのコンセプトは早い段階で決定していたものの、スタイリングの完成には時間がかかった。川森は VF-1 バルキリーから可能な限り変えたかったと語っている。空中気候戦機企画で川森がデザインした VF はマクロス7にその一部が使用された。マクロス7では当初は VF-1 のデザインを踏襲した VF-11 サンダーボルトをメインに展開する予定だったが商品化が見込めないという理由で UF-19 のデザインが転用された主人公の熱気バサラが登場する VF-19 回エクスカリバー熱気バサラスペシャルは従来のマクロスのイメージを意図的に壊す試みから人間のような双眼と口を持つ頭部。 両肩に内蔵されたスピーカー、ギター型の操縦桿で演奏しながら操縦するという設定が採用された。マクロス7の後日端である OVA、マクロスダイナマイト7や、それより、さらに未来の時代が、舞台のプレイステーション用ゲームソフト、マクロスデジタルミッション VFX、マクロス VFX に、アニメーション映画、劇場版、マクロスフロンティア、小説、 マクロス・ザ・ライドなどにも作品ごとのオリジナルを含む様々なカラーリングの機体やバリエーション機が登場する。愛称のエクスカリバーはマクロス7の設定画や放映当時の資料に表記はあるものの劇中では形式番号や常実のように個体や舞台ごとの通称でしか呼ばれない。これは u 1 9も同様でマクロスプラスの劇中ではイサムのコールサインである。 アルファ1、イーグル1、または単に19と呼ばれる。歴代 VF シリーズの中でも人気の高い機体であり、2010年に行われたマクロスエースボリューム006の読者投票では、UF-19 が2位、VF-19 改めが7位、同士、ボリューム007では、UF-19 が第3位に選ばれた。バンダイ、長谷川、 ヤマト、アルカデアといった、玩具・模型メーカーからは、プラモデルや、再色済みの可変トイなどが発売されている。新統合軍の AVF 開発計画、通称、スーパーノバ計画に基づき、新生インダストリー社が開発した機体。VF-17 ナイトメアなどの特務機や、試験機に搭載されていた、熱核バーストタービンエンジンの発展系を搭載しており、 オプションなしでの大気圏王冠や長時間の宇宙活動が可能になっている。基本的には全世代主力機 VF-11 の発展型で競合機として開発されたゼネラルギャラクシー社の UF-21 に比べ最新技術の導入は必要最低限に抑えられている。その分実用機としての信頼性、完成度の面で勝っており、 結果的に従来の VF シリーズを凌駕する性能を持つに至った。超 AI システムの導入をはじめアビオニクス面も大幅な改良がなされ、片道20光年のみという制限はあるものの、ホールドブースター装備による単独ホールド航行が可能である。また、VF-22 とともにピンポイントバリアシステムと第三世代型アクティブステルスシステムを搭載した初の VF であり、 防御力や隠密性にも優れている。最大の特徴は VF-9 カットラス以来の全身翼の採用であり、大向かい各飛行での空力特性に優れている。この主翼は通常の可変翼としての機能も有しており、最大線即時に完全に折りたたむことも可能である。また一部の形式を除き、カナード翼も装備している。他にも、 機種周りの肘型のスリットに収められた VFC や肩部のアクティブ空力制御装置など大気圏内での空力運動性能を極限まで追求した設計がなされている。こうした優れた運動性能を最大限に活かすためコックピットはバトロイド形態での外形表示スクリーンの高面積化に加えファイター、ガウォーク形態においてもキャノピー視界以外の範囲をカバーする。 外形スクリーンとして機能し、パイロットの視認性を高めている。可変構造は、頭部、腕部の接続されたバトロイド形態の上半身が、機体後方から前方へ覆いかぶさるように移動する、方式が取られている。これにより、変形所要時間が20%短縮されただけで、なく、VF-1 バルキリーや VF-11 のバトロイド形態では、 胸部前面にあるコックピットが本機では背中側に配置されパイロットの生存性が向上した。他にも従来機では背中に配置されていた主翼が本機では腰部に刀の鞘のように位置する。この主翼の根元にマウラーレブ -23 半固定レーザー機銃2機が装備されておりデッドウェイト対策になっている。また、このバトロイド系体時に腰にある主翼は マクロス VFX2 で、急降下ダイビング中に腰の翼を横に開き、パラシュートのように空気抵抗を担う存在になる。UF-19 と初期生産型の VF-19A 以外は、足首周りがスリット状の装甲に覆われている。この形状は、VFC やカナードのような機能を果たしており、安定性や操縦性を高めている。UF-19 は、 単独での適防空間突破や拠点制圧能力に優れる高性能機として設計された。ライバルの u 2 1が脳波コントロールなどの特殊技術を用いたのに対し u 1 9は各種の空力制御装置を駆使した運動能力向上機としての特性を持つ。カナード翼全身翼という組み合わせは空力的に 不安定だが、それを逆利用して、わざとバランスを崩し、アクロバティックな軌道につなげることを狙っている。VFC やアクティブ空力制御、水力変更ノズルなどの装置も、失速するような無理な姿勢での飛行を追求するためにある。だが、u f 十一に対抗するために、ピーキーな調整が施された u f 十九の飛行特性は、じゃじゃ馬と称されるほど、 非常に扱いづらいものとなった。学習型 AI に制御の一部を代行させようとしたが、パイロットの操縦感覚と噛み合わず、腕自慢のテストパイロットたちでも予想外の挙動に泣かされた。リタイア続出や機体大破という窮地に陥った新生インダストリー社は、ポテンシャルを実証するため、軍の問題児、イサムダイソンの天才的操縦センスにかけるしかなかった。 イサムの着任後にテストが再開され、大きくポイントを挽回した UF-19 は、無人機ゴースト X-9 への高評価によるスーパーノバ計画の凍結や、シャロンアップル事件への関与疑惑などにより、開発中止の危機に陥る。しかし、調査によって逆にゴーストを含めた自動防衛システムの危険性が露呈し、疑惑も解消されて、スーパーノバ計画も再開する。 最終的に UF-19 は採用コンペティションに、勝ち、VF-19 エクスカリバーとして、正式採用されることになる。初期生産型 VF-19A も、やはり高度な操縦技量を要するため、少数精鋭の特殊作戦部隊に配備され、反統合テロリストの総統作戦などで活躍する。その後は、新統合軍に手量参加され、 VF-19 回及びその指揮官用 VF-19S では一般兵士向けに安定性重視の方向で全面回収が行われる。全身翼はむしろデルタ翼に近くなり VFC やカナードが撤廃され各部のバーニアスラスターで姿勢制御を行うようになった。性能の高さは申し分なかったがコストが高いことや運動性の高さから操縦が 難しく事故が何度も起こったことにより、VF-1 や VF-11 のような大量配備は見送られる。後に遠隔操作型ゴーストの導入により有人機への性能要求が大幅に引き下げられたため、VF-17 を汎用機として再設計した VF-171 ナイトメアプラスに主力機の座を奪われるが、 高い機動性からまだ一定の需要はあり続け、2050年代においても、新統合軍や民間軍事会社の SMS などで使用されている。基本並走選択装備主翼のハードポイントに装着、可能な武装。モデルグラフィックス2002年6月号の特集記事では、同志オリジナルのバリエーションが創作され、これをもとに、長谷川製、マクロスオプションデカールも発売された。 これらの図版や作例は、塗装や一部のデザインを変更しているものの、機体形状は U、UF-19 のキットに準じている。ムックボン、This is Animation Special Macros Plus に掲載された、各 VF カラーバリエーション設定のスタイルにのっとり、制作スタッフも一部重複しているが、以下は厳密には、オフィシャル設定として承認されていない。制作当時に、 ファイター形態の 3DCG モデルが制作されており、マクロスプラスでの UF-19 ホールド高校シーンや、マクロスなのオープニングアニメーションの VF-19 改め発信シーンなどに使用されている。また、マクロスゼロブルーレイディスクボックス購入者特典の All ザッ a t VF バージョン 0- 並びに、マクロスフロンティア第1巻購入者特典の オールザット VF バージョン回では、アクロバット飛行を披露する、VF-0 と SV-51 及び VF-25 に、混じって、U、UF-19 と UF-21 の姿が描かれている。ありがとうございます。